コシナ・ケンイチロウから1926年12月13日は、戦前の日本人移民。いよ吉田藩出身。東京英和学校を卒業後、ハワイでキリスト教伝道、コーヒー栽培等を行った。テキサスで米作に失敗した後、ブラジルで再起し、法事新聞、南米を創刊、バイベン植民地、ブレジョン植民地を開発し、 日本人移民の先駆者の一人となったが、周囲とトラブルが絶えず、元仕様人に暗殺された。慶応 2>, 2年10月10日、伊予国吉田、現在の西工寺宇和島自動車、吉田営業所向かい川編に、伊予吉田藩士、星名美幸丹の長男として生まれた。上京して、麻布区間宮奈町一番地に住み、1883年、東京英和学校に入学した。 1887年予備学部を卒業し、1888年まで同校でリバイバルを主導した。卒業後上海にいたという記録もあるが、詳細は不明。1891年ハワイ王国に渡り、ワイアケア高地でサトウキビ栽培に従事した。労働者の待遇について、公手と対立し、高地を追われるところ、牧師。 岡部二郎に見出されて伝道師として雇われ、岡部の帰国中広間区を監督した。1891年オーラーに土地を借り、コーヒー栽培を始めた。1893年パパイコのオのメや砂糖会社に戻り、伝道とプランテーションの監督を兼務した。1895年、岡部二郎からアライボーと共に布足新聞経営を引き継いだ。 同年新井と森坊から借金を取り立てる際、人情沙汰を起こした。また、記者時代三面記事が元で暴漢に襲われ、反撃の際交察してしまったことがあるという。1896年には、税関査定部門で通訳を務めるも、アヘン取引に手を染め、10月懲役1年罰金500ドルの刑を受けた。1897年9月25日出国後、一時、 帰国して、松山市、杉谷町に住んだ。1898年9月ハワイに戻り、ウィリアム・グレールが経営するワイアルアコーチに滞在し、その後、オーラーで雑貨店を営むなどした。また氷菓子も営み、1903年を期間に、訴訟を起こされている。1904年1月長女の養成を機に、元同志社社長、西原清東を頼って、 テキサス州に渡り、当地で進行中の米作事業に加わったが、失敗した。妻、久子の父、末光三郎の病気のため帰国し、宇野町の末光家別荘、松山市、持田町の妹、清野突次崎、土下家に住んだ。1909年単身ブラジルに渡り、リオデジャネーロ州カエの山形雄三郎の農場で、石橋久史郎の下で働いた。なお、 ブラジルに渡る前にアルゼンチンに渡っていたとされるが、詳細は不明。九百十二年頃石橋とサンタクルス高地に移り、ミノス鉱山移民の逃亡者を集めて水田式米作を試みたが、失敗した。九百十五年サンパウロ州カンポグランデに移り、第二回移民池田棒のもとに滞在した後、サンパウロプラスクコンコルディア街に住み、鉄鉱所の職工となったが、 後にふけるあまり働かなかった。1916年、金子安三郎と和子春馬尾から法事新聞の発刊計画を聞き、これに先んじて初の法事新聞南米を当社版で創刊した。同年野球クラブブラジル日本人青年会を創設し、監督兼障害係を務めた。1917年、サンとアナスタシオ成功にバイベン植民地、 アルバレス・マッシャード近くにブレジョン植民地を開設し、南米市場で日本人コロノに売り出した。ブレジョン植民地は当初、小笠原直江と共同出資の予定だったが、小笠原の資金不足により、星名が独占する形となり、悪評が広まった。ブレジョン植民地では陶器場の問題から土地争いが絶えず、核入職者は用人棒を雇い、受刑していた。 シナも日頃から警戒を怠らなかったが、1925年土地問題で対立のあったブラジル人に自宅を襲撃されて同性者玉を射殺され、ついで1926年12月13日午前6時半、自身もアルバレス・マッシャード駅で汽車を待っていたところを、元使用人、ジュゼ・プレシテスでオリベイラに射殺された。1935年12月頃日本人会により母日が、 混流された。ブラジル時代、その風貌と性格からジャッカレーと呼ばれた。由来はサンタクルス時代にワニを捕食したためとの説もある。ブレジョン植民地の自宅は牧場に囲まれ、住民ともあまり交流せず、過去の経歴も話さなかった。犬とバクを飼い、孤児を養っていたが、面倒見は悪く、よく玄骨を与えたという。代々の墓は吉田大常寺にある。 ありがとうございます。